はい、どうも皆さん、こんにちは。ひよのすけです。さて、今回はですね、リスナーさんからですね、とある情報をいただきまして、これがね、非常にやばいものだったんですよ。はい、ということで今回はですね、許可を得ましてですね、このやばい情報を皆さんにね、ご紹介していきたいなと思います。はい、で、まあ、これをご紹介する前にですね、今回情報を提供してくださったですね、おやじゲーマーさんというね、リスナーさんなんですけども、本当にですね、こんなやばい情報をですね、教えてくださって本当にありがとうございますね。今回ね、こうやって皆さんにね、ご紹介できるのもですね、そのおやじゲーマーさんのね、検証のおかげだと思っておりますので、ね、本当に感謝いたします。ありがとうございます。はい、ということで早速ですね、そのおやじゲーマーさんからいただいた情報、こちらになります。はい、ドン。はい、超爆速、近距離配達の許可型キャンプスポットということでですね、ご紹介していこうと思います。ちょっとなんか言い方変だったな。まあよろしくお願いいたします。はい、これどういうことかと言いますと、今までですね、僕のチャンネルでも商人のね、やるときにおすすめのキャンプスポットということでですね、その空間がたくさん借りるようなね、このなんて言うんだろう、素材をたくさん集めれるようなね、そういったキャンプスポットの方はご紹介させていただいたんですけども、今回はですね、素材を集めるというよりかはね、売却を早く終わらせたい、ね、本当に早く終わりますね。特にその近距離で売却を早く終わらせるということに特化したキャンプ地をですね、ご紹介していこうと思います。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では早速ですね、今回そのポイントの方をですね、先に紹介してしまいたいと思いますね。ズバリ今回ご紹介するのはこちらです。はい、ドン。はい、タンブルウィードからですね、南の方にずーっとね、突っ切った場所ですね、こちら通称ですね、爪研ぎ柱と呼ばれているポイントになります。はい、でこのポイントにですね、キャンプを作ってほしいんですけども、ですね、このキャンプの作り方なんですけども、前回の動画みたいにですね、この場所で、キャンプのショーを作るとここに確実にできますよっていうような、そういうポイント今回なかったんですね。はい、なんで、一応検証をしたんですけどもね、検証した中でですね、一番ね、このポイントで作るとですね、一番できやすいなって思ったのはこちらです。はい、ドン。ね、こちらですね、まあ、そのポイントの右上にあるですね、ちょっと盗賊の隠れ家なんかにこうなるようなスポットなんですけども、この場所でですね、一応キャンプの台ですね、はい、こちらを作っていただきますと、まあ、この爪研ぎ柱の方にですね、まあ、できますよと、まあ、こういうデータが一応上がってきておりますので、一応ね、この場所で一応キャンプの台で作っていただきまして、でそれでまあできれば、まあ、同じかなというところでございますので、もしできなかったらですね、まあ、セッションを変えていただいても結構ですし、まあ、ちょっと試していただいてね、ここに作るようにしてください。もうここにできてしまえばですね、もう本当に最強でございますのでね、お試しいただきたいなと思います。はい、で一番皆さん気になってるですね、その近距離で販売に行くときの配達先なんですけどもね、これ結構衝撃受けますよ。はい、近距離の配達先こちらになります。はい、ドン。はい、もう皆さん今目が点になってると思います。近すぎでしょっていうぐらい近いんですね。はい、でこの間だいたい何秒ぐらいで行けるかって言ったら、普通に敵がいない状態ね、配達先に敵が待ち受けていない状態で配達するとですね、なんと10秒から20秒の間で配達できちゃいます。はい、っていうような本当にすごく早いですね、サイクルで配達ができてしまうというね、本当に神のようなスポットなんですね、本当にね。はい、でまあ一応100分は一見にしかということでですね、実際配達したらどういう風になるのかっていうのを見てもらいたいと思います。はい、で一応今回敵なしの場合をですね、見ていただきたいと思います。では早速見ていただきましょう。はい、どうぞ。はい、では早速ね、売っていこうと思います。で今回はですね、自分のね、スタッフの民家なんで売っていきます。はい、ではスタートしました。で、場所なんですけども、キャンプからですね、こう走っていってもうゴールが見えておりますね、この距離でございますね、といったらなりもう馬車も来てますね。はい、もう間もなくゴールですね。はい、終わりとね、皆さんこの距離ですよ。うん、僕自身もね、これ最初やった時びっくりしたんですけども、とにかく早いです。はい、何も敵がいなければですね、このように10秒から20秒前後ぐらいで配達が1回終わってしまいますのでね、非常にね、爆速で周回できるので効率がいいかなと思います。経験値稼ぎに関しましては、うん
で、このキャンプなんですけども、まあ今この距離でね、配達できてるんですけども、たまーにですね、ほんとごく10回に1回ぐらいの割合でですね、ベネフィットポイントって言いまして、こっからですね、だいたい2、3分ぐらいで終わるんですけども、そのぐらいの距離にね、配達になる場合があります。でも、だいたい8割、9割ぐらいはですね、この距離です。ね、であとは敵がいるかいないかの違いになってきますので、敵がいてもね、まあ、敵を排除してもだいたい1分ぐらいで終わっちゃいますので、非常にね、早くね、周回できるスポットになっております。はい。で、このキャンプなんですけども、どういう方におすすめかと言いますと、まずこちらです。はい、ドン。はい。始めたばっかりですね。商人を始めたばっかりの方、ね、もしくはまだランクが10に満たしてない方、ね、まあ、ランク10まで行ってない方ですね。非常におすすめです。はい。なんでかって言いますと、やっぱりですね、商人序盤の段階では馬車もちっちゃいのでね、まあ、その、商品をマックスで貯めてもですね、たかが知れてるんですね、量が。ね。なので、やっぱり貯めて、ね、がっつり売りに行くよりかはですね、もう一個できたらすぐ売りに行くっていうものを繰り返して、小刻みにね、経験値を稼いでもらった方が余裕でね、皆さん経験値の上げたら早いです。はい。なので特にですね、このキャンプを活用していただければですね、一回一回の配達ミッション非常に早く終わりますので、ね、爆速で経験値が上がっていくと、まあ、こういうことが可能になるわけです。はい。ね、なんで、ある程度動物を飼ってきていただきまして、ね、キャンプの、まあ、材料の方だけマックスにしていただければ、あとはですね、もう売って帰ってくる間にもう1個できてますので、で、しかもですね、この配達ミッションっていうのはクールタイムっていうか、まあ1回売ってからもうすぐにもう1回売りに行けますので、ね、もう本当にループっていう形でね、どんどん売りに行けます。はい。なんで、まあ、このミッションをですね、だいたい7回くらいこなしていただければ、ね、ランク1上がりますんで、まあ、単純計算で、ね、1時間もあれば相当ランク上がるんじゃないかなと思います。はい。なんで皆さんね、1回試してみてください。本当に、非常に早く上がります。はい。で、続いてこちらです。はい、ドン。はい。絶対にですね、売りたい方、ね、どうしてもね、邪魔されることなく売りたいよという方、ね、おすすめでございます。はい。ただ、やっぱりこのスポット、近距離になりますので、やっぱり長距離に比べるとね、若干報酬は劣りますけども、まあ、確率に売れるっていう観点からしてみたら、多分この上なく素晴らしいスポットなんじゃないかなと思います。ね。特にソロの方なんかはね、やっぱり邪魔される確率非常に高いんじゃないかなと思います。ね。ソロで売りに行くと、やっぱりね、邪魔が入った時にね、抵抗できなくなっちゃって、大事な荷物、ね、台無しにしてしまうということは多いんじゃないかなと思います。はい。でも、このキャンプを使っていただければ、だいたいこの距離なんで、まあ、邪魔されることはあんまないと思うんですね。はい。もうだいたい20秒ぐらいしかないのでね、はい。大体は逃げ切れるんじゃないかなと。さすがにここに山を張る人はいないと思いますので、ね、確実にもう売りたい。ね、近距離で少し報酬少ないけども、確実に売りたいという方はですね、このキャンプ活用できるんじゃないかなと思いますので、ね、ぜひぜひね、1回でいいので、皆さん騙されたと思ってね、活用してみてください。よろしくお願いいたします。はい。ということで今回はですね、とんでもないキャンプの情報をですね、お伝えさせていただきました。ね、何回も言いますけども、ね、この情報をくださったおやじゲーマーさん、本当にありがとうございます。ね、これは非常にね、やばいキャンプだと僕は思っておりますのでね、皆さん、ね、おやじゲーマーさん見かけましたら、ね、ありがとうございますと一言言っていただければなと思います。はい。で、今後もですね、こういった情報の方ですね、自分で検証したものも含めてお届けしようと思っておりますので、皆さんね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、今回はこちらで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。See you!